佐藤なつみ、魔剣士ドラムです。お願いします。佐藤のぞみというのですが、佐藤のぞみさんというアイドルが札幌に 2,3 人いらっしゃるので、あの区別をするための無限シンドロームというあのミドルネームとなっておりますので、調べてツイッターを必ず今日はフォローして帰っていただきますよ。ご協力お願いいたします。
え、なんかあんまり反応なかったよね、今ね。お願いします。将棋じゃないの？将棋？将棋、将棋。あ、将棋の子いるらしいね。全く接点はないからちょっと会ってみたいけどね。一応将棋はできるよ。できるけど負けるよね、そりゃね。小学校の時に覚えたぐらいなんで。はい、今回は衣装はですね、7割方手作りで作りました。今日のためにおへそフェチのために7割方自分で作りました。だから細かいところがあだのこだのは言わないでください。ほくろが色っぽい。ん？ほくろが色っぽい。そうそう、実はね、あるんだよね、色ほくろがある時から。で、嘘っぽいからもう言っちゃおうと思うんですけど、アイドルって彼氏がいないっていう文化じゃないですか。まあまあ普通に本当に言ったら恋愛したことはあるよね。私は12歳からアイドルやってるけど、したことはありますよ、そりゃ。でも今はちょうどよく彼氏はいません。はい、時間がない。恋に焦がれたような、無駄な、ただ疲れるような恋愛もあったし、すごく自分を変えてくれたような瞬間もあったし、いろんな、それとリンクしてアイドルの楽曲にもすごく魅力を感じるようになりました。女の子ってこういう面ができるんだな、こういうものが表現できるんだ、そういう喜びがあったので、2曲続けて聴いてください。1曲目、ラブテイクイトール。違います、すいません。2番目、ラブテイクイトール。2番目に入った。あ、そしたら3番目か。そうですね、そうなりますが、さっきのままで大丈夫です。そしたら 2番をお願いします。星のないプラネタリウム。
がとうございました。はい、お水タイムします。皆さんもお水飲んでください。あれ、どこ行ったかな。ちょっと待っててね。ありました。結構ね、ステージの上ってね、あの光とかでね、カラカラになっちゃうんだよね。今シャッターチャンスだよ。ラベル剥がすの忘れてきちゃいました。スポンサーなどついておりません。あとまた2曲ぶっ続けでやるんですけど、最近また佐藤のぞみとして、あのアイドルとして始めて、この曲がすごく大事な曲で、私の言いたいことを全部凝縮してくれてる曲だなって思う曲があって、それをお伝えできるように、お伝えできることを目標として歌って、最後に盛り上がる曲をやりたいと思います。みんな今日はなんか目で見て楽しむタイプの方なのかな、やっぱり。うりゃおいとかないもんね。まあ、そしたら楽しんでる私を楽しんでください。はい、思いっきり楽しみます、皆さんのためにね。え、客見てたね。では歌詞に注目して聴いてほしいです。愛のセント、抱きしめさせてよ、世の中で
マーク、ミル、アンダーバー、ミル、アンダーバー、0830、佐藤のぞみでした。ありがとうございます。最後、椎名先輩になります。少々お待ちを。